規律、さらに規律。はい、では早速ね、授業をね、始めていきたいと思う。君たち、学校で人気者になりたいだろう。なりたいです。そうだろう。まあ、この時期はな、新しい学校に入学したり新しいクラスに入ったりしてな、自分の魅力をアピールするには絶好の時期なんだよ。マジですか？マジです。だから今日は先生がみんなに学校で人気者になる方法を特別に教えてやる。いいんですか？任せなさい。じゃあまずな、あの人気者になるために大事なこと、それは何かって言ったら、あいつはすげえやつだ、そう思わせることだ。なるほど。そのために君たちがまずやるべきことは何か。それは教室に黒板消しをウィーンする機械が置いてあるだろ。あれに爆発物が仕掛けられていないか確認することだ。どういうことですか？いいか、学校といっても 100% 安全というわけでもないんだよ。爆弾が仕掛けられている可能性だってある。そして学校にあるものの中で一番爆発物が仕掛けられている可能性が高いものは何か。それは黒板消しをウィーンする機械、あれなんだよ。そうなんですか？そうなんだよ。だから人気者になりたければ全校集会、校長先生が挨拶をしている最中に黒板消しをウィーンする機械を小脇に抱え、ダッシュでステージに登っていく。そして校長の溝落ちを殴り失神させ、マイクを黒板消しをウィーンする機械に向ける。そしてウィーンさせるんだよ、何回も何回もウィーンさせるんだよ、呆れるほどにウィーンさせるんだよ。愛のままに、わがままに、僕は君だけをウィーンさせるんだよ。そして一通りウィーンさせた後に、全校生徒に向かってこう言ってやるのさ。みんな、この黒板消しをウィーンさせる機械の中には、爆発物は仕掛けられていません。そうすればおめでとう。その日から君の名前はコナン君だ。はい先生。どうした？じっちゃんをなびかせて。いや、何かけろよ。ということで以上が学校で人気者になる方法だ。ちなみに先生もな、高校生の時同じことをやったんだが、3年間全校生徒から無視をされた。でしょうね。